G9 ハードコア、稲神。新しい仲間、レイキさん。こんばんは、アキです。こんばんは、アピーです。今回は、森林を聞きに来ました。あれ、高道さんの周りに、青いのがありますけど、あれは何なんですか？あれは絶対防御耐性っていうスキルでね。青いオーラがあるときは、ダメージがある攻撃を1回だけ無効にできるんだよ。それはすごいですね。でも、1回で終わりなんですか？1回無効にすると青いオーラが消えてね、10秒後にまたオーラが復活して、攻撃をもう一度無効にできるよ。また攻撃を受けて青いオーラがなくなっても、また10秒経ったら青いオーラが出るんですね。そういうわけでもなくて、2回目以降は3秒ずつ、復活までの時間が伸びるよ。しかも、青いオーラが消えているときは、攻撃を受けるタイプのよりも、ダメージが多くなるから、当たらないようにしないとね。アキさんの絶対防御耐性のスキル、あるんですか？稲神のレッシュボールに絶対防御耐性があって、あと1回増加すると稲神のレッシュボールになるんだけど、増加素材のモンスターはまだ実装していなくて、もうすぐ来るとは思うんだけど、それまでは絶対防御耐性はお預けかな。見た目が悪くなってもいいなら、違うボールですぐに作れるんだけどね。そこは見た目ハンターのこだわりってやつですね。見た目の気に入らない装備は使いたくないしね。そういえば今回の初参戦の方は、どんな方なんですか？今回の初参戦の方は、全員コンを使っているレイキさんです。アキさん以外全員全員コンですけどね。あはは。そうだね。この方は、高道さんともともと同じ溶岩の方で、レイキさんもたまたま、溶岩から抜けていてね。そこへ高道さんが誘ったってわけ。そうだったんですか。一緒にクエストをしているエスカドラさんと、フレンド同士らしく、エスカドラさん、レイキさんと会って喜んでいたね。最近会った友達でも、何ヶ月、何年も会わなかった友達でも、会えた時は嬉しいですよね。秋もこの前、3年ぶりに会った友達がいてね。結構嬉しかったよ。年数が伸びるとその分、嬉しさも倍増しますしね。そうだね。その日は深夜3時くらいまで、お話ししていたよ。すごいですね。結構眠かったけどね。お疲れ様でしたー。それではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。パソコンの方は、上の、チャンネル登録ボタンをクリック。スマートフォンやタブレットの方は、動画説明欄にチャンネル登録の、リンクを貼っていますので、そこからチャンネル登録を、お願いします。溶岩、エターナルフレンズでは、溶岩員を募集しています。入団条件は、動画に参加できる方のみです。ID は 3KJU8G なので、検索してみてくださいね。それではこの辺で、次の動画でお会いしましょう。またねー。また見てねー。